おととい来やがれ。やれやれ、やっと人のいる場所に着いたぜ。追っ手の姿は見えないようだが、これからどうしたもんかな。ぜひいらしてください。寄らせてもらうぜ。おやおや、お兄さんたちは見たところ旅の方のようですね。いやー、いい時にいらっしゃいました。私、つい先日里の奥の方で虫風呂屋を開店したばかりでして、今でしたら先着100名まで無料でご入浴いただけます。この機会ご利用されないと損ですよ。おい、悪いけど俺たちは風呂なんか入ってる暇はないんだ。客引きだったら他は当たりな。ダメですよお客さん、どんな時でもお風呂はちゃんと入らないと不審者に思われちゃいますよ。確かにちょっと匂うかもな。風呂なんてこの先もあるかわからねえし、入れるうちに入っておくか。なあ、せっかくのチャンスだから今のうちに汗を流していこうぜ。俺は先に行ってるからな。一名様ご案内。さあさあ、こちらでございます。あ、足元気をつけてくださいね。
Thank you.
ーには優しくしなさいよ。乱暴な男はモテないわよ。ああもうピーピーうるせえな。悪いけど今は忙しいんだ。ガキの相手をしてる暇はないんだよ。何よ、マスターと話すくらいいいでしょ。マスターならはぐれちゃった妹のこと知ってるかもしれないんだってば。ここはガキの来る場所じゃねえんだ。迷子の相談なら里の入り口に詰所があるから、そこで話を聞いてみな。ふん、分かったわよ。マスターなら話が通じると思ったけど、こんな石頭がいたんじゃどうしようもないわ。あれ、あんたは？ねえ、名前を聞いてもいいかしら。そっか、なるほどね。あんたとはもう少しお話ししたいけど、今はいなくなった妹の方が心配。里の中を探してからにするわ。まさかこんなところであんたに会えるなんて。運命ってわからないものね。
いや、遅かったな。ここの虫風呂はなかなかいいぞ。客は俺たちしかいないらしい。せっかく貸し切り状態なんだから、ここで一息ついていこうぜ。しかし、俺たちこれからどうするか。追っ手がここに来るのも時間の問題かもな。ところで、お前少しはこの里を見て回ったんだろ？何か気がついたことでもあったか？妹を探している女の子を見たって？まあ、その子なら俺も見たぜ。酒場で聞き込みなんて混ぜてるよな。妹、妹か。まったく、出来の悪い妹を持つと、兄ちゃんや姉ちゃんは苦労するよな。おい、なんか喋ったか？ねえ、どこなの？おい、こいつはもしかして幽霊？驚かせやがって。お前こんなところで何やってんだ？私宿屋で待ってたのに、お風呂に行くって出かけたまま、もうずっと帰ってこないの。どこに行っちゃったの？ひどいよ。はあ、迷子ってやつか。な、酒場の前にいた女の子が探していた妹って、もしかしてこの子なんじゃないか？さぞ心細かっただろう。かわいそうに。俺たちで何とかしてやろうぜ。なあチビちゃん、お前の名前は何て言うんだ？よし、ルコ、お前の家族に会わせてやるから、俺たちについてきな。
迷子はお前だろう。妙なことを言って大人を困らせるな。早く親のところに戻るな。もういたいた、相変わらず大人相手にガミガミやってるぜ。バック、まったく、てんで話にならないわ。この里の連中、どいつもこいつも石頭ばっかりなんだから。さっきの。よう、チビちゃん、俺たちお前が探してる妹を見つけてきてやったぜ。ほら、お前の姉さんだろ。そんなところにいないで出てきな。私。あ、誰よその子。私そんな子知らないけど。何？私、一人っ子だよ。いなくなっちゃったのは私のパパだよ。もう、なんなのあんた。人の話もろくに聞けないなんて、とんだひよっこちゃんね。なんだとこのチビ。お前の方がガキじゃ。とにかく、その女の子も迷子みたいだし、このままじゃ拉致が開かないわ。ねえあんたたち、悪いけど私を酒場のマスターのところまで連れて行ってくれない？ありがとう。私一人じゃ酒場に入れないけど、あんたたちがいればなんとかなるはずよ。私はベロニカっていうの。この子と一緒についていくから、あとはよろしくね。こんな頼りないお兄ちゃんたちに振り回されて心細かったでしょ。もう大丈夫だからね。ありがとう。たく、最近のガキは生意気すぎるぜ。さっさとこいつらを酒場に届けて、俺たちは先を急ぐとするか。
おや、いらっしゃいます。ん？あ、お前は懲りもせずまた来やがったな。子供が一人で酒場なんぞ。俺たちの連れが何か？あ、いや、こいつは失礼しやした。大人が一緒なら大丈夫でさ。どうぞゆっくりしていってください。このガキ。こんにちはマスター。こちらの席かけてもよろしくって。よっ。ん？ほほ、元気そうなお嬢ちゃんだ。ご注文はマスターの気まぐれ昆布茶でいいですかな。お気持ちはありがたいけど、今はゆっくりしている暇はないの。私たち人を探しに来たのよ。単刀直入に聞くわ。私と似た格好をしたセイニャって子が誰かを探しに来なかった？はあ、セイニャ、セイニャね。おお、あのお嬢ちゃんならうちにお姉さんを探しに来たけど、いないと分かって里を出て行ったよ。そう、セイニャはどこに行くって言ってた？西の方にお姉さんがいる気がするから、そこを目指すって言ってたっけね。なんとも不思議な子だったな。うん、西の方？もう入れ違いだわ。セイニャは私を助け出そうとして。実は私、虫風呂に入っていたところを魔物にさらわれちゃって、今までそいつらのアジトに閉じ込められていたの。せっかくそこから抜け出してきたのに、今度は妹のセイニャが魔物のアジトに行っちゃうなんて。ねえ、あんたたちただの旅人じゃないでしょ。聞かなくても私にはわかるわ。今はまだ詳しい話ができないけれど、お願い、どうか何も聞かないで一緒に妹を探してちょうだい。ありがとう。あんたならそう言ってくれると思っていたわ。お姉ちゃんたち行っちゃうの？ルコも一緒に行く？子供は危ないからダメ。あなたのパパについては心当たりがあるの。必ず連れて帰ってくるから、いい子で待ってて。うん、うん、お前だって子供じゃねえか。ちゃんと俺たちについて来られるのか？うん、私を誰だと思ってるの？聖地ラムダからやってきた最強の魔法使い、ベロニカ様よ。むしろあんたの方が私の足を引っ張らないように気をつけてほしいくらいだわ。さあ行きましょう。魔物のアジトがあるのはここから西の地下に広がる大きな迷宮の中よ。きっとセイニャも迷宮の中にいると思うの。西の海岸あたりに迷宮の入り口があるはずだから、ひとまずそこを目指しましょう。私知ってるのよ、あんたが何者なのか。私の期待を裏切らないでね。
終わったな。あぶねえあぶねえ。この先には確か落とし穴があったな。仕掛けを作った張本人が下手打って穴を開けるわけにはいかねえ。ここは回り道していくとしよう。
大勝利。こんなところに泉があるなんてな。あれは聖女ったら、ちょっとしっかりしてよ。ん？聖女？こいつがお前の妹だって？時もずっと一緒だって約束したじゃない。ねえ、返事してよ、セーニャ。すみません、私人を探していて、疲れて泉のそばで休んでいたらそのまま眠ってしまったようですわ。お姉様、なんというおいだわしい姿に。あんた私がわかるの？何年もお姉様の妹をしてますもの。ちょっとお姿が変わったくらいで間違えたりしませんわ。も
紛らわしい倒れ方しないでよ。私てっきりあんたが。なあ、お取り込み中のところ悪いが、セーニャってのはお前の妹なんだろ。一体どういうことだ。実は私とこの子は双子なの。こんな見た目になっちゃったのは深い訳があるのよ。私をさらった魔物はね、ここをアジトにしてたくさんの人をさらっては魔力を吸い取って集めていたの。魔力を吸い尽くされないようにこらえていたら、どんどん年齢の方も吸い取られたみたい。それで今はこんな格好ってわけ。うん、つまりこう見えて私はれっきとした年頃のお姉さんなの。これからは子供扱いしないでよね。それは分かったけどさ、お前体がそんな状態じゃこの先やっていけないんじゃないか。ええ、そうよ。だからあんたたちにはあの魔物から魔力を取り戻すまで付き合ってもらうわ。私からもお願いいたします。回復呪文で皆様のお手伝いをしますわ。さあ行きましょう。いけねえ。ここを通るには合言葉が必要だったな。そうだ、闇心あれば影心。あれだけ注意したのに獲物に逃げられやがって、ごめんなさいじゃ済まねえんだよ。あのベロニカという女はただ者じゃねえ。桁外れの力と極上の素質を秘めた何年に一度現れるかわからない逸材だった、ね、あの女の魔力を全部納めすればいずれ現れる魔王様の右腕になれただろうに。それをお前らは。いやー、魔王だって間違いないわ。あの魔物たち、ホムラの里で虫風呂に入っていた私をここまでさらってきた奴らよ。あの竜のそばに大きな壺があるでしょ。私の奪われた魔力はあそこにみっちり閉じ込められているはずだわ。なるほど、あの壺の中にお前の魔力が。さてどうしたもんかな。お姉様。ん？なんだおめえらはこのデンダ様のアジトに勝手に入り込みやがってん。なるほど、おめえらは俺が取り逃がした獲物をわざわざ届けに来てくれたってわけか。
家宝はブチ切れて待てとはこのことよ。さあ野郎ども、仕事の時間だ。こいつらの魔力全部吸い尽くしてやるぞ。こうなったらやるしかねえ。油断するなよ。行くぜ野郎ども。よし、スリープだが俺や。魔王様の右腕になるという俺様の野望もここでついえるのか。おい、その魔王ってのは何だ。さっきもそんなこと言ってやがったな。いずれ魔王様にやられちまうおめえらに何を教えたって無駄さ。命あっての得だねとはこのことよ。ああ。いずれ現れる魔王か。私の魔力はその壺の中に閉じ込められているみたいね。これで魔力が戻るといいんだけど。魔力は戻らなかったのですね。ご心配なく、この通りすっかり元通りよ。魔力が頭のてっぺんからつま先までギンギンに満ちているのがわかるわ。ですがお姉様、そのお姿は。年齢
れまでは元に戻らなかったみたいね。でもせっかく若返ったんだし、まあいいわよね。まあお姉様らしいですわね。なんだかそのお姿のお姉様も愛おしく思えてきましたわ。ところでねえお姉様、あちらの方のこと気づいてまして？ええ、もちろんよ。せいにゃ、あんたも気がついたみたいね。さすが私の妹だわ。命の大樹に選ばれし勇者よ、こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。私たちは勇者を守る宿命を追って生まれた聖地ラムダの一族。これからは命に変えてもあなたをお守りいたします。あなたは災いを呼ぶ悪魔の子などではありません。里の者から聞かされていました。私たち姉妹が探し求める勇者は瞳の奥に温かな光を宿していると。まあ私は最初にあんたを見た時から全部分かっていたけどね。勇者を守る聖地ラムダの一族か。俺の読み通り、どうやらお前は本当に世界を救う勇者だったみたいだね。あんたにはまだ話したいことがいっぱいあるんだけど、その前にもうちょっとだけ私に付き合って。もう一人助けてあげたい人がいるの。ここからしか入れない部屋があるはずだから一緒に探してちょうだい。どこもかしこも牢獄ばかり、なんだか物々しいですわね。おい、そこに誰かいるのか？もう大丈夫よ、おじさん。あの悪い竜は私たちがやっつけたわ。いやあ、ありがてえ。もう少しであの魔物たちの餌にされるところだったぜ。まったく、あんな可愛い娘さんをほったらかしてこんなところで魔物に捕まってちゃダメじゃない。え、あんたらまさかあの子を、ルコを知っているのか？心配しなくても大丈夫よ。ホムラの里の酒場で預かってもらってるから、里に戻ったらマスターにお礼を言うのね。ふう、ありがとう。俺の名前はルパス。あんたたちから受けた恩はきっと忘れねえよ。ルパス？その名前どこかで聞いたことあるような。ギク！それじゃあ俺はルコが心配だから先に行くぜ。あんたたち本当にありがとうな。行ってしまいましたね。なんか引っかかるけど、まあいいわ。私たちもホムラの里に戻って少し休みましょう。いや、起きてきたか。俺たちもちょうど集まったところだ。やっと聞いてもらう時が来たわね。勇者であるあんたと私たち姉妹の使命について。
大いなる闇、邪悪の神が天より現れし時、光の紋章を授かりし、大樹の申し子が降臨す。私たちの故郷に伝わる神話の一節ですわ。そう、信じられないだろうけど、あんたはかつてその紋章の力で邪悪の神を倒し世界を救った勇者の生まれ変わりなの。邪悪の神は倒されたはずなのに、なぜ勇者がこの世に生を受けたのか、それは私たちにもわからない。そこで真実を突き止めるために、あんたを勇者とゆかりの深い命の大樹へ導く使者として、私たちが大抜擢されたってわけ。ほーん、命の大樹か。そこに行けば全ての謎が明らかになるってんだね。じゃあさっさとそこに行こうぜ。あんたってほんと考えなしね。命の大樹って空に浮かんでいるのよ。簡単に行けると思ってんの？かつて邪悪の神と戦った勇者様は空を渡り大樹から使命を授かったそうですが、その記録も時の流れに埋もれてしまいました。なんだよそれ、あんたらにもわからないってことかい？命の大樹ね。ん？待てよ、何かわかるかもしれねえぜ。まあ本当ですか？なあ、昨日助けてやったおっさんな、実はあいつ有名な情報屋なんだ。命の大樹について何か知ってるんじゃねえか？確か迷子のお嬢さんを迎えに酒場まで戻るとおっしゃっていましたね。とりあえず酒場まで行ってみましょう。あといっぱいだけだから大丈夫だって。やっぱ命拾いした後の一杯はうめえよな。ふふん、ようさんご機嫌じゃねえか。ん？俺さ、おっさんのことを思い出したんだ。あんた裏社会では結構名の知れてる情報屋のルパスさんだろ。なんでも生まれつきの不運を逆手にとって厄介ごとに巻き込まれちゃあそいつをネタに商売してるって話だが、違うかい？へん、バレちまったならしょうがねえ。そうさ、道を歩けばネタの方から寄ってくる天才情報屋ルパスター、俺のことよ。俺があの魔物にさらわれた時はたまたま男湯と女湯ののれんが入れ替わっててな、間違えてそのまま女湯に入っちまったのさ。ラッキーだったのもつかの間、そこで俺は見ちまったんだ、人さらいの魔物と必死で戦う姉ちゃんの姿を。加勢するはずが俺は丸腰だったし、あっさり一緒に捕まっちまってな。あとは知っての通りだ。ところでおっさん、命の大樹を知ってるか？命の大樹に結びつくならどんな情報でもいい、あんたが知っていることを教えてくれ。ほう、命の大樹とはでかいターゲットだな。いいだろう、あんたたちは命の恩人だし、とっておきのネタを教えてやる。ホムラに来る前、南西の砂漠の真ん中で俺とルコは熱中症になっちまってな、不幸にも死を覚悟したその時、砂漠の大国サマディの兵士が運よく通りがかって、俺たちを城に運んで解放してくれた。意識を取り戻したその時、俺は見ちまったのさ、城の中に飾られたキラキラと七色に輝く枝をな。
俺の目に狂いはねえ。あれこそが命の大樹の枝だと思うぜ。まあお姉様、お城の中に七色に輝く命の大樹の枝ですって。言ってみる価値はありますわ。そうね、枝とはいえ命の大樹、ずっと輝き続けてるってことは勇者を導いてくれるに違いないわ。あんたもたまには役に立つのね。ちょっとだけど見直したわよ。それではお姉様、ひとまずサマディに向かいましょう。ここから南西の関所を抜けて進んでいけばサマディ王国にたどり着けるはずですわ。勇者様、これから先長い旅になると思いますが、私たち姉妹をどうかよろしくお願いいたします。それからこれ、サマディ王国に向かうんだったらあんたに預けておくわね。南西の関所はサマディ王国の蛮兵が厳重に道を塞いでおります。その通行手形を見せれば通れるはずですわ。